回は六シタンのクリスマスコフレアドベントカレンダー2019を開封していきます。この商品は10月23日から発売が開始されています。で、表はこんな感じのイラストになっていて、赤でなんかこうクリスマスっぽくってすごい可愛いなと思うんですけど、このイラストは、プロヴァンスの美しい風景に秘められた物語、イラストはプロヴァンスの1500本のアーモンド木を再生した物語が描かれているそうです。このアドベントカレンダーは12月1日から、24日のクリスマスイブまで毎日こう開けていくという感じになってるんですけど、今回全部開封していこうと思います。で、ここに22、23、7とか数字が割り振られてるんですけど、数字が結構ランダムに振られてるので見つけるのが結構大変ですね。あ、1日ありました。で、開けていきます。12月1日は、プレシューズクリームデイ&ナイトクリームです。ロクシタンの香りっていう感じなんですけど、結構油分が多めでしっかり潤う感じのクリームですね。このサイズのフェイスクリーム旅行に持っていきやすいのですごい嬉しいです。では2日いきます。2日に入っていたのはリップクリームです。 SH リップバームでこんな感じのリップクリームになっています。このリップクリーム結構潤いも持続して気持ちちょっと甘めな感じの香りもするのでとっても癒されます。12月3日です。ハンドクリームでした。これはロクシタンの中でも人気が結構高いローズの香りのハンドクリームだと思います。この小さめのサイズのハンドクリームはカバンにも入れておきやすいのでこれも嬉しいです。結構乳液ぐらい柔らかめのハンドクリームですごい伸ばしやすくて、ロクシタンのこのローズの香りも結構好きですね。4日はちょっと大きめかなと思うんですけど、4日はボディクリームが入っていました。ウルトラリッチクリームで、これ結構シアバターが 25% 使われていたかなと思うんですけど、 SH ボディクリーム C というものです。こちらはきちっと封もしてあります。これからの季節はこう油分が多めの保湿力の高いボディクリームよく使うのでこれも嬉しいです。ハンドクリームが入っていました。こちらはアーモンドのハンドクリームだったかなと思うんですけど、 AD ハンドクリーム A というものです。これもミニサイズで嬉しいサイズのハンドクリームです。ずっとクリーム系が続いてたんですけど、6日はこのバスキューブが入っていました。袋からもすごいいい香りがしてくるんですが、バスシュガーキューブです。ローズマリーとハッカとスペアミントですね。こちら12月6日に使おうかなと思います。次は7日です。またクリーム系に戻ってきました。こちらハンドクリームです。リラックスハンドクリーム、香りはラベンダーの香りがしますね。これは夜寝る前とかにつけると癒されそうです。12月8日はシャワーオイルでした。モイスチャライジングシャワーオイルで、こちらボディーソープになります。香りはこのアーモンドシリーズの香りなんですけど、オイルなので若干オイル系の香りもします。この商品以前使ったことがあるんですけど、冬の時期結構肌が乾燥するときにこのシャワーオイル使っていたら結構肌がしっとりしたので大好きなものだったんで、これ嬉しいですね。はい、では次9日いきます。9日はフェイスクリームが入っていました。名前はエルクリームですね。これもミニサイズで旅行に持っていくにはとてもいいサイズ感です。結構乳液に近い感じでスーッと肌に溶け込んでいきます。次は12月10日です。じゃじゃーん、あ、やったー、ボディクリームが入っていました。ミルクコンセントレートボディクリームです。結構油分が多めでこっくりしたタイプのボディクリームですね。このアーモンド油のシリーズが結構入っているの嬉しいです。では11日です。ちょっと違うシリーズが来ました。ボディローションでした。バーベナのボディローションです。このバーベナのシリーズの香り結構さっぱりしているのでこれも好きです。ローションのタイプなので結構こうみずみずしさがありますね。はい、では次は12月12日です。このサイズ感で入っているのがなんか予想がつく気がするんですけど、ハンドクリームかな。あ、当たったケリーブロッサムのハンドクリームです。イラストの桜とっても可愛いです。久しぶりにこのチェリーブロッサムの香り嗅いだんですけど、やっぱりいい香りですね。13日になりました。
シャンプーが入っていました。ファイブハーブスシャンプーです。こちらも前に使ったことがあるんですけど、このファイブハーブスシャンプーは髪に香りが結構残りやすくていい香りだなと思います。このサイズも旅行に持っていきやすいですね。12月14日クリスマスイブまであと10日ですね。これは使ったことがないアイテムなんですけど、保湿クリームです。ハイドレーションクリームですね。結構爽やかな香りがして、油分たっぷりめという感じのクリームではなくて、水分量が高い感じのクリームで、なんかこう内側からしっとりする感じがしますね。12月15日です。安定のハンドクリームがやってまいりました。 SH ハンドクリームです。こちらもシアバターが使ってあって保湿力が高めのハンドクリームかなと思います。ここまでハンドクリーム結構何本か出てきたので、当分ハンドクリーム買わなくていいですね。12月16日です。お、石鹸が入っていました。ソープ化粧石鹸です。この袋からも結構いい香りがしてくるので、このまま芳香剤っぽくちょっと置いておくのもいいのかなと思います。この6下の石鹸も好きなので入っていて嬉しいですね。17日は今度はハンドクリームではなくてハンドバームです。バームなのでハンドクリームのタイプよりもちょっとこう固めの感じになってるかなと思います。これから指先とか乾燥してくるので、このバームのタイプもいいですね。12月18日も結構大きい、お、バーベナシリーズの石鹸です。感じで葉っぱの形になっています。リーフソープ化粧石鹸です。石鹸2つ目が出ました。19日は先ほど出たハイブハーブスの、コンディショナーになります。先ほど出たこのシャンプーとコンディショナーでこうライン使いもできますね。12月20日はこれはハンドクリームのサイズ感な気がするんですけど、何でしょう。バーベナシリーズのハンドクリームです。バーベナアイスハンドクリーム、今までのこのハンドクリームより透明感がありますね。みずみずしさがあって、アイスハンドクリームという名前なので、スースーっとこうヒヤッとするような感じがします。こういったちょっとスーッとするタイプのハンドクリーム持っていなかったので、なんかでも気分がリフレッシュできていいかもしれないです。21日はこちらもバーベナシリーズのシャワージェルです。バーベナの香り結構さっぱりしてるので、気分をリフレッシュしたい時にはいいですね。はい、では次は22日です。こちらもシャワージェルで、チェリーブロッサムのタイプです。ボディーソープ旅行の時持っていくのに小さめのサイズなかなかないので、このサイズとってもいいですよね。12月23日、クリスマスのイブイブですね。何が入っていますか。あ、またハンドクリームが来たかなと思ったらフットクリームでした。こんな感じのクリームです。6下のお店の香りがします。以前この6下のフットクリーム使ったことあるんですけど、こちらも結構足先がしっとりして良かったような気がするので、これ嬉しいです。指の先から足の先までクリームでしっとりとして、そして24日が何でしょう。お、はい、最後に初めてのアイテムが来ました。ジェルクレンザー、洗顔料になっています。このシリーズ調べてみたんですが、この商品はジェルタイプの洗顔料です。フラッシュな洗い上がりで潤い受け取る肌へ、柔らかなムースのような泡が乾いた肌を潤しながら汚れを取り去り、フレッシュな肌に心地よく洗い上げる洗顔料です。このシリーズまだ使ったことなかったんですけど、たっぷりのミネラルとヒアルロン酸を配合しているみたいで、肌に潤いを与えることで内側からみずみずしくふっくらとした肌へ導きますということですね。香りもそんなに強くなくて、結構みずみずしさがあるジェルだなと思います。ジェルタイプの洗顔料最近気に入っているので、これちょっと使ってみるの楽しみですね、はい、最後クリスマスイブは洗顔料が入っていました。ということで今回は6下のアドベントカレンダーを開封していきました。どれも使えるアイテムばかりで、やっぱり6下のアドベントカレンダーいいなと改めて思いました。今回使ったこともなかったものも入っていたので、いろいろと試してみるの楽しみです。はい、ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。